誰そういう人いんの？チャーハンとご飯食べるとこ。ミカちゃんの友達そういう人いんの？わかるけど、有名な人だけど、ね、誰かは言わないけど。誰？言ってよ。ダメダメ。佐藤さん。佐藤さん？哲夫さん。哲夫さんの。違う。フェマスパーソン。男優？うん、まあそういう人だけど。うん。そうか、チャーハンおかしい。私たちの業界では味があるから。チャーハン、それはありえない。食べられない。でもさ、ありえない。私ご飯だけでいけるけど。どこの国の人？ご飯でおかず何もなくてもご飯食べれちゃう。塩とご飯がある。東京の人。東京の人。東京はそうやんだ。東京ってか横浜の人。横浜そうやんだ。チャーメンってあるよね。その人の家だけじゃない。横浜でしょ。じゃあ聞いたことないもん。ラーメンチャーハンは聞いたことあるけど。ラーメンチャーハン。ラーメンチャーハンでも、中国人の人がチャーメンとか日本の中華屋でチャーハンと餃子とラーメン。もういいよいいよ。すごい笑い笑い。チャーハンと。チャーハンと焼き餃子とラーメン。それと、そう、それがすごいおかしくて、みんな写真撮るぐらいおかしくて、なぜかっていうと全部主食らしいんです。ああ、なるほどね。それでなんか、あの焼き餃子は普通みんな食べなくて。あ、いい感じできたじゃん。そう、ベリーグッドじゃん。真ん中の方はいいかもしれない。真ん中はいいんだよね。あ、おいけるじゃん。風が吹いてるから。あ、誰かもいないな、もしかしたら。硬かった。うん、ごめんね。え、それがこれ牛乳入れるっていうのはつとむさんのオリジナル？うん、カインドボオリジナル。何がカインドボ？何がカインドボオリジナルや。そう、そうとも言うの。なーに。何が本当にも。いや、なんで。なんでこれやってんの？これ何なの？何やってんの？この方法は何でやってんの？この尻尾は何？あれはね、あの、あれなんだって。狐の尻尾なんだって。いや、見にくいから、じゃあ明るくって。狐の尻尾なんだって。おいしいよ。私はピュアですって。ピュア？うん。コスプレしてくんない？いや、やるよ。短いやつ。よしこさん、ここでやれって言えばやるけど、よしこさんが恥ずかしいからって。違う、そもさん言ったんだ。俺が恥ずかしいから。俺がその仲間だと思われてる。仲間みたいなもんじゃんね。みたいなもんだよ。そういうのが、足立さんと一緒にいるだけでも恥ずかしいのにさ。何それ。いや、わかんないね、今だけはね。